吉田敦ちは東京都豊島区生まれ、新潟県新潟市出身の元プロ野球選手、野球指導者、野球監督。出生地は東京都豊島区。小学校時代に新潟県新潟市へ移住。日本文理高校卒業後、山ハに入社。2年目の1990年には都市対抗野球大会で優勝に貢献、胴上げ投手となり、橋戸賞。 和寛師師匠を獲得した。翌1991年のチームを都市対抗野球大会に導く活躍が認められ、複数のプロ球団から注目を集めた。1991年度ドラフト会議にて、千葉ロッテマリーンズから一位指名を受けて入団。吉田の一位指名は、新潟県出身、在住かつ、新潟県内の高校出身者としては、史上初のことだった。 ルーキーイヤーの1992年は、規定投球回未満ながら21試合に登板して7勝9敗、防御率4.07の成績をマーク。しかし、翌1993年からは、右肩や肘の故障などに悩まされ、2年間で登板は9試合に、とどまった。1995年は一英倍セイリアオークスに、野球留学した。 同年は主に中継ぎとして25試合に登板。一勝 1S、防御率1.00の高成績を上げて、復活を遂げ、以後、ロッテの中継ぎエースとして活躍する。2000年以降は、ローテーションの谷間の先発や、敗戦処理など、場面を問わず登板するケースがしばしばあった。2003年4月、橋本武博との交換トレードで阪神タイガースへ、移籍。 しかし、移籍直後、二軍調整中に、右ふくらはぎ痛を発症し、戦線を離脱。結局二年間で一軍登録がないまま戦力外となり、2004年を最後に現役を引退。織氏も、ロッテ時代から兄貴分として慕っていた、牛島和彦が、翌2005年から横浜ベイスターズの監督に就任することになり、 本人時期時期のオファーを受けて一軍投手コーチとして入閣。吉田はリリーバーの経験が長かったことからブルペン担当としてリリーフ陣の指揮を取った。牛島は2006年シーズン限りで監督を辞任したが、吉田は横浜に残り、同年秋から同級団ファームの湘南シーレックス投手コーチに就任した。2008年6月26日。 低迷する投手陣の立て直しのために2軍投手コーチでありながら1軍に帯同することになった。2009年からは再び2軍投手コーチを務め、2011年は1軍投手コーチを務めたが、チーム防御率リーグ再開と低迷し、同年11月22日に来期の契約を結ばないことが発表された。2012年はベースボールチャレンジリーグ、 シナのグランセローズの投手コーチを務めたが、同年限りで退団した。シナの退団後は、センスアップ、スポーツアカデミーにて、牛島和彦らと共に野球指導に携わる。2014年10月14日に、オリックスバファローズの2軍投手コーチに就任することが発表された。2シーズン務め、2016年をもって退団。2017年は、 ベースボールファーストリーグに新発足した和歌山ファイティングバーズの投資コーチを務め、11月30日付で契約満了により和歌山コーチを退任。球団発表に付されたコメントで自分自身の将来も見据えた新しい道を歩む決断をしたとコメントしている。2018年、2019年と社会人、クラブチーム、氷山アスレチックス b の監督を務めた後、 2020年1月14日、四国アイランドリーグプラス、徳島インディゴソックスの監督に就任することが発表された。就任初年度の2020年にリーグ優勝を達成。徳島で過去にリーグ優勝を達成した監督はいずれもその時点で NPB での指導歴がなく、NPB 指導歴のある監督として、徳島で優勝を達成したのは吉田が初である。 ありがとうございます。